はい、皆さんこんにちは。ブラボーブラザーズダイヤモンです。そしてナルミです。はい、今日はですけども、ウィーンのこちらステファン寺院の前に来ております。でかい。でかすぎる。土日とかは中に合唱団とかオーケストラとか、まあ、未作曲とかで、ね、よく行われるんですけども、今日はステファン寺院の中を探索すると思いきや、お腹すきました。もうすぐ3時。本当お腹すいた。で、今日は何を。今日はね、はい、フルグミュラーっていう、フルグミュラー1902年にできた、もう100年を超えるディナーシュニッツで、オーストリア料理の名物なんですけども、やっと来ました。予約をしないとね、行けないんですよ。ウィーンにシュニッツ屋さんっていっぱいあると思うんですよ。いっぱいある。なんで今回ここを選んでくれたんですか。100年以上の老舗であること。100年はすごい。そしてガイドブックを見たら必ず載ってるんですよ。ただ、ね、なかなか直接行ったらね、無理なんで、行けないんですよ。あー、これ結構大事ですね、みたいな。しかも、カレーローゼっていう、カレーローゼ、豚の背中の肉、高級な肉を使ってるらしいんですね。この豚のシュニッツルと違う味がする。僕もね、まあ、写真でしか見たことないんですけど、めちゃくちゃ大きいらしい。めちゃくちゃ大きい。それ言ったら大丈夫。大丈夫よ、もう俺の顔見てるかもしれない。あとで検証しましょう。それではですね、今から下にお店に行ってみましょう。せーの、ゲバはい、今ですね、こちらのルークミラーの方に到着しました。趣ありますね。いやー、本当に歴史を感じますね。中にお店があるみたいなんで、予約したダイヤモンドですね、ちょっと言いに行こうと思います。伝わらんだよ。ではですね、今から行ってみたいと思います。はい、行きましょう。小道の感じも可愛いですね。上とか見てほら、すごい。ここに多分人が住んでるんだろうな。着きました。これすごい人。今確認してます。ここに予約してないのも今日は無理って言われます。本当に今お店の中見ただけでもすごい人。これを予約必須です。いや、行きましょう。ちゃんとドイツ語だけじゃなくて英語もね、ちゃんと書いてるからすごく見やすい。私が頼むのが、まあ、このお店の看板メニューでもあるシュニッツェル。はい、なんだろう。もう食べたら食べた分だけ多分お金払うっていう形式だと思います。これは後で食べましょう。見て。So, I should think that I'm my fruit of the shoe. Yeah. It's a tougher shoe. Yeah. It's my mind. The products. Yeah. Also, the rose. Yeah. I'm my rose here.Yeah, I'm a language in the language. I'm a hand on the table. We're using a language. Oh, it's ついに来ましたよ。でかくない？ちょっと見てください。見てください。マジでさ。皆さん、オープニングでこの人が言ったの覚えてますか？俺の顔。出るかもしれない。じゃあ、比べてみましょうか。でかいっす。でかい。でかい。マジで。で、立証。見てください。オープン。うまそう。すごい。めっちゃいい香りする。確かに。すごい。今日シュニッツェルを食べに来たんですけど、せっかくなんでシュニッツェルのだけじゃなくて、もう一品オーストリアの伝統料理をちょっと注文してみました。こちらはハーフェルシュピッツっていうので、牛肉と野菜を長時間煮込んでる。これもオーストリアの伝統料理です。美味しい。これ僕も他のお店で食べたことあるんですけど、すんごく美味しいです。今日これ、こんな分厚いの。先輩のお腹より分厚い。早速食べてみましょう。食べてみましょう。いただきます。これ切る意味あるぐらいでかい。でもね、薄いよね。あ、確かに。見えますか、この薄さ。いただきます。うまい。君でいい。あ、やっぱ
ちゃんとね、うん、このお店ね、違うって書いてあった、うん、そう、僕も結構シュニッツル食べるんですけど、うん、確かにちょっと揚げてもなんかしなしになりますとか、うん、衣とお肉の間に気泡みたいな膨らんじゃってるとこがある、うん、これはもうこのびっちりこれね、ついてる。ここ好きだもん、これ知らない。うまっ、間違いない、うん、ほんとうまい。西洋わさびだ。そう、うまそう。サンフェルシピツか、西洋わさびって書いてあったら、うん、わさび。あ、パスタとかに乗ってる。辛いですよ、うん、なんかマヨネーズヨーグルトっぽい。あ、ヨーグルト。これは一枚食えるかもしれない。美味しい美味しい。ヨーグルトタロウ。嘘。うわ、うまいうまいうまい。それにいい感じに全然味がなくていい。若干俺たちソースも。うん、素材の味。うん。横も長いんですよ。こっちもある程度は、うんうん、あそこ3人で分けても普通のお店のちっちゃいシネッツルぐらいだったら、うんうん、うまい。いつもね、一口目は美味しいのどこも、うん、もう冷めてきちゃったらどうしてもその味がね、薄くなれちゃって、いつも最後は塩と胡椒をめちゃくちゃかけて食べるっていうのが合ってる。ここは本当にそのさっき出たいいお肉だから、うん、旨味がうまいね、ほんとにうまい。うまい、優雅な、優雅な食事ね。まあ、食べちゃう。いただきます。全然いいです。ネギだ。ネギ、この香りだ。なんかちょっとネギっぽい香りもするさっき思ってて。ジャーマンポレル、うまい。この牛すじんとこいいね。トレトレが甘い。おでんの牛すじっぽい。西洋わさび買おうと思うんだよ。これ新しい味の発見をした。これと胡椒と、いや、この胡椒これだけ。うまうまうまい。おいしい。洋風の牛すじみたいなおでんの、ね、ああ、確かに確かに、わかるわかるわかる、うん、ただすごいこれが一番伝わりやすいかな。手の出汁とかが、うん、それスープ、うんうん、そこのお店はね結構油が多いよ、お店が多いから。ああ、ブヨブヨで、うんうん、ここはもうしっかりなのね、ちゃんと厳選された肉を使ってる感じがするね。あ、多分絶対美味しい。これも染みて、これ大根かもしれない。パン食べますか。なるほど、パンに吸わない、いい、間違いない。めちゃくちゃ、だからこれでもう下したらいいかな。バカみたいな、うまっ、うん、うまい。待って今日一うまい。今日一番うまいのはこのパンでした。サムネ変更です。このパンにします。何回うまいって言ったんや今日。35回。むしろ。実際ワインのお店で始まって、で、まあ、オーストリア料理を出してたんだけど、この創設者のハウス・クリグミラーさんっていう人がもっとオーストラリア料理を広めたいっていうことで、当時人気だったこのシュニッツェルを看板メニューにしたことによって、この今までの2019年までずっと続いてる。すごい、クリグミラーさんありがとう。もう来てるよ。いや、なんでしょう。はい、今食べようときました。お腹いっぱい。今日初めて先輩にこのどろいっていうお話聞いて来たんですけど、すんごい本当に今までシュニッツェル食べてきたので、それはそれで美味しかったんですけど、薄さとかサクサク感とか、うん、高級感もあって、うん、店員の人もね、すごいサービス、サービスも良くて、あとターフィルシュピッツ絶対食べたし、冬の寒いウィーンに来るとき、あれがちょっとあったかいの食べたかったんです。すっごいおすすめです。12月って、まあ、冬休みでも入って、講習を変えて来る学生もね、いたりとか、はいはい、年末年始に旅行に来る方もいらっしゃると思うので、はい、ぜひこのクルグミラー、
こちら1号店があって、あとは曲がってすぐのところに2号店あるので、まずは予約をね、パソコンとかで予約をしてみて、シネッツェルの大きさとかですっごい驚いたやとか、美味しそうだな、行ってみたいなって思った方は、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは、今日はこの辺でまた次回の動画でお会いしましょう。はい、ブラボーブラザーズダイヤマとダレビがお送りしました。トゥース。